はい、こんにちは、やすです、えー。今日はね収録日が5月17日なんですけども、まあ、今日は、ね、ちょっとパウエルさんの会見があったのでね、ねパウエルさんがインフレ警戒してるっていうことで、ねちょっとね、そのお話をしていこうかなという,ふうに思ってます。えー、今日もね最後まで見ていただいていい動画と思っていただければね、ねぜひねチャンネル登録、いいねでね応援していただけると嬉しいです。今日はね、まあ、そんな内容ないので、ね、サクッとねやっていこうかなという,ふうに思ってでます。うんでまあ あの特にまとめ、そんなないんですけども、まあ、あのインフレ退治、躊躇しませんよということを、ねまあ、主に言ってまして、まあ、その会見の内容と、まあ、その後、ね、その会見を受けて、ね、今後、ちょっと金利だったりとか、インフレのまあ私の所感ですね、それをちょっと、ね、まとめていきたいなという,ふうに思っています、えー。今回の動画、ね、私の考えなんで、ぜひ他の方の y o u u t YouTube ついたブログも、ね、ぜひ参考にしてみてください。でまあ、早速、パウエルの会見のまとめに行くんですけども、 えとまあ、これがね、本当に、まあ、これ以上でもこれ以下でもなかったかなという感じですね。えっと、まずね、6月と7月の FMC では50ベーシスポイント引き上げを検討中ということで、まあ、おそらく25はないと、50をやるということですね。なので、あのまあ、一応私、会見全部見たんですけども、まあ今日のニュアンスだと、まあ、50ベーシスポイントはやる、やる。で、75ベーシスポイントに関して言うと、 まあ、その特に否定をしているということもないんですけども、今日のニュアンスだと、まあ、どちらかといったら、あのまあ、6月、7月は50で様子を見るみたいなね、まあ、そんな感じがニュアンスとしては強かったかなと思います。うん、ただ、その後のね、そのコメントで、結構、なんかパウエルさん的にちょっと高っぽいなと思ったのが、まあ、インフレが下がらない限りは、まあ、金利を上げ続けると。うん あんでああのまあ、ちょっと過去の反省もあってね、ねちょっとその今日インタビューがウォール・ストリート・ジャーナルだったんですけど、ウォール・ストリート・ジャーナルの方から、まあ、去年ちょっと遅れたんじゃないですかとかね、そういったところ、ツッコミもありつつね、あのあったんですけども、まあ、どちらかといえばね、あの遅れるよりかは早め早めに対処していきたいということはね、パウエルさんからはあのコメントされてましたね。で 今、大体、えー、と来,月来年の、ね、7月の金利を売り込みが3%から3.5%なんですよ、ちょっとこう先見ますね、えー、こちらですけども、来年の7月時点で、えーっとまあ、3%から、まあ、3.5%ぐらいが、まあ、今の、ね、予想なんですよ、まあ、真ん中で3.25%って感じですかね、うん、ただ、あのー、今、FRB のメンバーだったりとか、マーケットっていうのは大体3%。 政策金利3%ぐらいというところがまあコンセンサスになると思うんですけどもインフレが下がらない限りはこれ4%も持さないということはコメントされています。はい、で、まあ、今のね、えー、っと短期金利,、えー、っと短,期金利短期金利ちょっと調べてなかったな、まあ、2年の短期金利はまあおそらく2.7%ぐらいだと思うんですけども、まあ、マーケット的にはまあ あの今、現時点ではあの4%というよりかはあの3%の方、ねまああを認識しており込んでい六パー今、2.6%か2.67%ということなので、まあ、このまま FRB が金利上げていけば、まあ、ゆっくりとね3%になるぐらいというところが今、マーケットの乗り込みかなと思います。だだからら今マーケットははまでで一応、まあ、なんない、まあ、まあ3ぐらいいぐよねっていうとうころが、まあ パウエルとマーケットのその何ちゅうのかなその折り込みとしてはまあ概ね一致してるんだろうと思います。ただやっぱ今日のコメントで怖かったのは、まインフレが下がらない限りは我々は4%やっていくよ。でその4%っていうのはさっきも見た通りマーケットに折り込まれてないですからね。えこの分はだいぶまだその何ちゅうのかなマーケットがショックになる可能性を秘めてるっていうのはね、まあ結構明確に明言した。 感じかなというふうに、ね、思ってます、うん、でもう一つ怖いのがあの結構その労働力労働力が不足してて賃金が上がるっていうところも結構コメントされてまして今の失業率3.6%だとねあの結構まあ自然完全失業っていうんですかまあほとんどもう働きたい人はもうみんなほぼ働いちゃってるよねっていう次元まで来てるのでおそらくこのインフレを下げるインフレを下げる 賃金を下げるっていうところとバランスするためには失業率は3.6ではなくてそれこそ4%とか4.5%とかまあそうじゃない4.5とか厳密には言ってないですけどもね3.6よりも高くなければいけないよねっていうことをコメントされてたのでえこれはまあ別のことを言えば失業率をある程度犠牲にするコメントがまあ出されましたと。うんまあ、なので あのー、失業率が、ね、今後、悪くなっていったからといって、別に FRB はその金利を下げたりとか、弱めたりというところの期待じゃなくなったのかなという感じで、まあ、会見自体は、新規材料はないものの、高色強めだったんじゃないかなというふうに、ね、思ってます、今までは、ね、どちらかといったら、50ベースポイントがまあ今のところ規定ラインで、これ以上考えてませんよとかが、ね、コメントだったんですけど、きは若干ね、まあ、高色がまあ強い感じかなというふうにね、感じました。うん でやっぱ、ね、あのこれを受けて当然気になるのはその今のままだったらまあ3%で大丈夫だけどもやっぱりインフレのピークアウトが確認できない限りは4%にいくことも実際ない、まあ、おそらく50ベースポイントをずっとやっていくとかね、まあ、そんなことじゃないかなというふうには、ねまあ、別にこれどこにも出てないですよただ、まあ、75ベースポイントやるというか50ベースポイントをずっと継続していくとかね、まあ、そういったことがストーリーとしてはあると思うんですけども。 えっと、次の CPI、その次の次の CPI で、やっぱインフレのピークアウトとか、この下がっていくところが確認できなければ、もうちょっと、ね、金利上昇圧力からの株価下落っていうところはねあの、十分に可能性としてはあるんじゃないかなというふうにね、思ってますはい、でこれを受けて、ただちょっと不可解なのが、今日株式市場は、えー、プラスで反発しました。 プラスで反応しましまたダウがプラス1.34、えー、S&P がプラス2.0、ナスダックが2.76と、えー、パウエルさんが会見始まった時は若干確かねねちょっと、ね、下がってた気がするんですけど、その後ねまた急激に戻してきましたということで、ビックスも下がりね、ね、まあ、ちょっとねこれ違和感のある動きではありましたね。えー、金利が上昇して、原、え、油、ー、コモディティが下がって株価が上がるという感じだったので、まあ今日の会見からしたら、うんまあ、要はこれを受けてね結局、ショートをしていた人たちがショートカバー。 買いい戻したってううのがまあ基本的な動きだと思うんですよねパウエルの会見を見て、まあ、ここで売りを、ね、そろそろ利確しとくかみたいなね人たちがまあちらほら出てきたっていうのがまあ結果論だと思うんですけども、まあ、そんなきっかけがあったかなというところがねねやっぱ、ねまあ、気になっているところではあります。うんまあ、ただ、別の言い方をすればねあのショートをする追加材料はなかった、例えば75ベースポイントを引き上げるとか、そういったサプライズの言葉はなかったので、まあ、ちょっと高色は出てたものの、 まあ予想を超えない範囲だったなというところでね、まあ、ショートをする人たちが、まあ、あの理覚をしていったのかなというふうに、ね、私は理解してますけれども、まあね、FRB が、ね、こういった時に合わせてリバースレポを、ね、あのぶっ放して買ってくるということもありえるので、まあし以降の、ね、動きをちゃんと見ていくべきだなとは思いますね。うん、はいで えとこれを受けて、ねまあ、今後のスケジュール見通しだったりとか転換点のお話なんですけども、えー、と今日の話を受けて、ね、やはりこの中古住宅指数そして来週の PC 指数というところが、ねまあ、ちょっと気になってくるんじゃないかなと私は感じました、うん、なので今ってその結局そ,のそこかどうか買いかどうかというのは全然分からないと思うんですよ結局はインフレがピークアウトするかピークアウトしないかだと思うので、えー、と例えば次の CPI だったりとか p c e とかでピークアウトが見られるのであればやはりショートは終わってまあ徐々に徐々に相場を回復していくただインフレが高止まりしてるインフレが終わらないとなればやっぱり金利引き上げるってことでどん,どんどん売られていくってことなんで今現時点で買いだ売りだっていう合理的な判断っていうのはまあちょっとね難しいんじゃないかなというふうにね考えてますうんだからまあ今日もねあのショートを入れてた人たちっていうのはまあ下手したらね ピークアウトした,ったらもうこのままこれで相場、まあ、売りの相場が終わりだなという可能性も十二分にあるので、まあ、そういった判断も、ね、入ったんじゃなかろうかと思うんですけどもいずれにせよ、ね、ちゃんとしたデータが見てく出てくるまでは今のこの難聴相場が終わりを告げるのかそれとも続くのかというところはちょっと判断しづらいかなというふうに、ね、え思ってます特に、ね、ちょっと若干、原油とコモディが上がってますのでここ直近で、ね、そういうのが上がると、ね、本当、ね、あのインフレというところは意識されるかなとは思うんですけども。 でまあ、ちょっとね、これはあの私の,この個人投資家の観点からだとね、この PCE 指数でどういう数字が出てくるかまだ全然読めないんですけども、き、まあ、今日はちょっと紹介しないですけどもね、あの出典がちょっと怪しかったんで、あの一部のアナリストは、この PCE 指数があの結構ピークアウトするんじゃないかっていうふうにコメントしてるアナリストもいました。一応、えー、アナリスストの予想コンセンセサスは そんんななに下がらいんですよね、まあ、それなりに高い状況を続けるってことなんですけれども、一部のアナリストは、PC 指数、結構ピークアウトするんじゃねって予想してる人もいるんですよ。で、今まで割と消費者物価指数と PC 指数って、連動性がそこそこあったんですよね。うん、CPI が高ければ PC も高いから、別に PC が新しい材料になることがない。ただ、ここ1、2か月でいうと、確かに PC 指数は若干弱めに出てるんですよね。うん、若干ピークアウトののの傾向がが CPI CPI よりも出てる、うん、I ってるっいうのがその まあ小売価格をベースに決めたあの消費あの物価指数ですよね、で逆に PC というのは、実際に国民というか、消費者が消費した金額をもとに計算している物価指数なんですけれども、一応 FRB はねこの PC 物価指数を見ているので、まあ、この PC 物価指数がまあピークアウトしている限りは、まあ、あの順調にピークアウトしているという判断になるのでね、まあ、あそういうふうに予想しているアナリストもいるので、5月27日に、ね、来週のね、来週でいいのかな。 来週の木課金ぐらいに PC 物価指数が出るのでこれはやっぱ1、ね、つ注目になるかなという,ふうに、ね、思っていますで。その後雇用統計、消費者物価指数 FOMC って来るんですけどが、まあ、注目はやっぱ、ね、ここで、あのー、インフレがピークアウトするかどうか。 金利引き上げというところが3%前後で止まるかどうか、はたまたやっぱりインフレが厳しいからね、3.5、4%でいくかというところは、やっぱここまで来るまではね、分からない、だから今、たとえ株,価を株を買ったとしても、あの結果のね上がることもあるし、結果論下がることもあるし、今現時点では結構合理的な判断はしづらいかなと思います。もしし、ね、今買うっていういい判断をををててて確率を上げていくのであればば各種データを見てね例えば 家賃が下がっているとか、コンテナとか最近すすごく下がってるんですよね値段が下がっているとか、ただ一方でコモディティも上がっているし、オイルも上がっているから、そこはどうなんだろうというふうに、ねまあ、そういったところ、先行データを見て、ね、判断するしかないんですけども、うんまあ、この6月10日、14、15というところを見るまではね今のところ直近の相場っていうのはね分からないんじゃないかなと思っています。 ー金利がね3%から3.5%、4%を目指していって、さらに株価下落というのは十二分に考えられる、特に S&P の株価というのはまだ少ししこりを残しているので、まだ大きく下げ落ちがあるのでね、それを確認してからねあの出動してもね遅くはないかなと私は考えています。 え、今言ったこと全部ね。ここに書いてありますね。まあ、コアのインフレがピーカットするか、常用ピーカットを期待したいか。インフレが高止まりするのはね。金利上昇1。バリエーションの圧縮小1はね。十分にあると思うので、今現時点で合理的に買いだ。売りだっていうのはね。ちょっと判断は難しいかなので。なんでまあ、様子見をするしかないなというふうに思ってますね。まあ、私もハイグロかなりね。あの打診買いで入れたハ灰黒をやられてますけども、追加の資金はね。ちょっとあのまあ、キープしといて、あのまあインフレのピ p カッド確認できたらね。決算のいいハイグロをね。ちょんちょんちょんってね。買っていこうかなというね。考えてます。 買いを入れるにせよ、ね、しっかりとインフラのペーカッと確認してから十分。あの指数は VTI が今いいと思います。あのー、ちょっとこれまたね今後動画作れればいいと思うんですけど、やっぱここ最近 VTI のパフォーマンスいいですよね。あのー、ラッセルの方が、ねまあ、最近アウトパフォームしてて、これはどういうことかっていうと、やはり、ね、ラッセルが、ね、最も早く売り込まれてきたっていうところはあると思うんですよね。でガファも中心としては割と大きい 銘柄っていうのが売られずに残ってたっていうことがあって、今、この完全に逆の動きが起きていて、ラッセルから先に回復していって、ガファムがす足を引っ張るみたいなね、その,展開,ねのそ展開が予想されるので、そういった展開が予想されるのであれば、やっぱ VTI、ただ、万が一予想が外れてね、ラッセルがまだまだだめだよという場合でも、VTI は本当にガファムもね、少しバランスよく入ってるので、そんな悪いことにもならないと思うのでね、今、私は VTI がいいんじゃないかなと思ってます。ただ、今買うんじゃなくて、インフレのねピークアウトを考えてからで十分かなと思ってます。 まあ少しのインフレ関連のニュースに反応する可能性があるので、まあ、中古住宅でた PC 物価指数で、ねえー、確認していきましょうということですね。まあ、今日は反発したんですけども GAFAM もね大きく反発しました、何らかの理由でねショートカバーが入った可能性なんですけども、まあ、あのこのまま上がっていくことっていうのは、ね、インフレのピークアウトが確認できない限りは難しいと思うので、まあ、ついていかなくてもいいと思います。ただ ポンポンポンと上がっていく場合があるとするならばね、ねおそらくその買ってる人たちはインフレがピークアウトするっていう角度を、ね、高めの情報をつかんでいる人たちが多いっていうことも可能性としては十分にあるので、まあ、そこがちょっと難しいですよねうんそこが本当に難しいと思います。うん、だから、本当に次の CPI とか PC とかで、ね、ピークアウトがすごくがっつり見られるのであれば、今、ポンポンポンと上がっていったものはそこには切り上げていく可能性はまあ,ある。 ただ次の日がピークをしなければ今底根を切り上げていってるものはさらにね下落するというのは十分に分にあるのねそれはねちょっと。 難しいかなという風うに、ね、思ってます。ってわけで、ね今日はねこ、ちょっと、ね、あは短めにパウエルの、ね、会見だけを、ね、まとめさせていただきました。引き続き、ねえー、こちらあの、スーパーサンクル実装してますんで、ねえー、チャンネル登録、いいね、そして、ね、スーパーサンクスで、ね、応援していただくと嬉しいです。あと、ね、今、ね、一生懸命、ね、次のチャンネル用意してるんですけども、その前に、ね、インスタグラム、えー、TikTok など、ね、応援いただけたら嬉しいです。こちら、動画詳細欄にありますんで、ね、釣り好きの方、ね、ぜひフォローいただければと思います。というわけで、ね、今日はパウエル会見、インフレ警戒という、ね、内容でお届けしました。明日以降も、ねまあ、ちょっと えー、v t i だったりとか、あのハイクラだったりとかね、まあ、そんな話を、ね、中心にやっていこうかなというふうに思っています。ではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。